スペースシャトル固体燃料補助ロケット。クローラートランスポーター上にある状態。切り離し後の SRB と、オービタ SRB 解剖図スペースシャトル固体燃料補助ロケットは、スペースシャトルの発射時、離章とそこから2分間の間その推力を生む固体ロケットブースターで、2機1組で使用される。発射時には、赤茶色の外部燃料タンクの両側に装着され、 スペースシャトル全体の水力のうち、その83%が、トーブースタによるものである。SRB は、固体燃料ロケットとしては、史上最大のものであり、また人間が登場するロケットに、固体燃料が使われるのもシャトルが初めてであった。使用済みの機体はパラシュートで海に着水した後、回収され、点検し、燃料を再充填して、再使用される。 2機の SRB は、スペースシャトル本体を、発射台から高度約15万フィート、4 6トルまで打ち上げる、際の、ほとんどの水力を生み出す。1機あたりの水力は、海面レベルで1268.4トンで、上昇するとともに増加し、最高で1404.3トンに達する。発射台に設置されている間は、機動線及び、 外部燃料タンクを含む機体すべての重量を移動式発射台の指示構造の上で支えている。点火されるのは3機のメインエンジンの水力が規定の水準に達したことが確認された後で、その後上空で切り離され、切り離し後も上昇を続け、切り離し75秒後に最高高度 67km に達し、そして落下に転じ、発射地点から 226km 離れた。 大西使用場にパラシュートで着水し回収される。そして SRB の外角は何度も再使用される。本体及び固体燃料の開発、製造はユタ州ブリガムシティの作用交流者が担当した SRB の基本構造図詳細。固形燃料の断面や外角の接合やシーリングの詳細までわかる図。サイズ。 重量直径は3.71メートルで、全長は45.46メートルである。直径が3.71メートルに決まった経緯は、鉄道での輸送時における、車両限界に起因する。SRB は、固体燃料ロケットとしては、史上最大のもので、またこれだけの大きさのロケットが再使用することを前提に開発されたのもこれが初めてであった。一機の重量は590トンで、 二機を合計すると、発射時の機体全重量の約60%を占める。基本構造機体の基本構造は、エンジン部、指示構造、分離システム、操縦装置、回収用電波発信機、加工品、減速装置、水力変更装置、周辺地域安全確保のための自爆装置などである。機体の外角は、それぞれ別個に製作された七つの鋼鉄製の、 部分によって構成されている。各部分は工場内で接続され、最終的な組み立てのために列車でケネディ宇宙センターに搬送される。接続部分はそれぞれ円周型のリングを U 字ピンで締め付けて固定し、O リング3つを用いて密閉され、耐熱パテが埋め込まれる。スペースシャトルの他の部分や発射台との接続、接合、SRB は、 後方部のフレーム上にある2本の蝶貝と、その対角線上にある接合部、および前方スカートの先端部分にある接合部によって外部燃料タンクに接続されている。発射台上にあるときは、各ブースターは4本の爆発ボルトで移動式発射台に固定されており、発射する瞬間に切り離される。外角の中に推進材を詰めた状態。 SRB 外角の接続部の断面図。スペースシャトルの設計上の弱点の一つともされた部分。チャレンジャー空中分解事故の前のもので、オーリングが二つの時点のもの。SRB の推進剤は、酸化剤の火塩素酸、アンモニウム、燃料のアルミニウム、触媒の酸化鉄、結合剤の重合体、硬化剤のエポキシで構成されている。一般に、 コンポジット推進薬と呼ばれるもので、アピシッピーとも略称される。海面レベルでの肥水力は242秒で、真空状態では268秒である。主燃料にアルミニウムが選ばれた理由は、約 31.0MJkg という高いエネルギー密度があるにもかかわらず、燃焼圧力が急激に変化して、爆発してしまうような危険性が低いからである。 上部二つのセグメントは、内部の空洞は11工房の星型で、下部二つのセグメントは円錐型になって閉じている。これにより、点火直後の離陸時には、最大水力を発揮させ、かつ、その後およそ100秒で、水力は減少する。これは、最大動圧点における、最大動圧を課題にしないためである。SRB の電力は、機動にある主電源装置から、A、 b, c と区別された母線を通して送られてくる。このうち c は a よび b の b は c のバックアップとなっていて、これによりもしいずれかの一本の母線が切断するようなことがあっても必ず他のどれかによってバックアップされるようになっている。交渉電圧は28プラスマイナス4ボルトである。srb は2機のそれぞれ独立した。 油圧系統を搭載している。発風は補助動力装置、燃料供給部、油圧ポンプ、輸送、油圧シリンダーなどによって構成されている。補助動力装置はヒドラジーンで起動され、油圧系統に圧力を供給するためのポンプを駆動する。発風は機体後部のノズルとスカートの間に設置されていて、二つの系統はノズル変更およびロック用のアクチュエーター上でのみ、 連結している。作動する時間は発射の28秒前から SRB が外部燃料タンクから切り離されるまでの間だけである。電子制御装置は SRB を外部燃料タンクに接続するコーブリング状に設置されている。発風の燃料系統は完全に密封されていて燃料タンクには22ポンドのヒドラジンが貯蔵されている。 タンク内は400プシーの窒素ガスで加圧されており、燃料はガス圧により補助動力装置に供給される。補助動力装置はポンプでヒドラジンを加圧し、ガス発生機へと送り込む。ガス発生機内では、ヒドラジンは触媒により分解されて、高温のガスとなり、二段式のタービンに吹き付けられて、熱エネルギーが機械的な回転力に変換される。 使用後の温度と圧力が下がったガスは船外に排出する前にガス発生器に戻され冷却に使用される。一方、タービンは燃料ポンプや潤滑ポンプ、破風の油圧ポンプなどを駆動する。以上述べたように燃料ポンプは燃料それ自体によって駆動されるため自発的にスタートすることはできない。したがってポンプとは別のバイパスの燃料供給ラインを設け、 補助動力装置の回転数が増して燃料ポンプの出口の圧力がバイパスラインの圧力を超えるまでは窒素ガスの圧力でガス発生器に燃料を供給し圧力が超えた時点でバイパスラインが閉じるようになっている補助動力装置の回転数が100%に達すると主制御バルブが閉じその後は電子制御によって回転数がコントロールされるようになる もし主制御バルブが故障して開け状態で固定されてしまうようなことがあれば副バルブが作動して補助動力装置の回転数を112%に保つ。2系統の発風は油圧作動機上でのみ連結している。このうち1系統は主動力として作用しもう一つは予備として使用される。もし主動力の油圧が2 5 0 p c 以下に下がった時はバルブが作動して 動力源は副系統の方に切り替わり、その後はバルブへの指令系統は切断される。バルブが閉鎖されると補助動力装置の制御装置に指示が送られ、回転数が100%から112%に上昇する。100%の回転数では、油圧差動機に連結しているうちの1系統のハップルと補助動力装置しか稼働させることができないからである。 補助動力装置の100%の回転数とは 72000rpm で、110%では 79200rpm、112%では 8640rpm である。また油圧ポンプの回転数は 3600rpm で、3050プラスマイナス 50pc の油圧を提供する。圧力が 3750pc に達したときは、 システムに過剰な圧力がかからないように解放バルブが作動する。ハップル及び補助動力装置は20回の再使用が可能である。SRB には2機の油圧式ジンバル制御装置が搭載されていて、エンジンのノズルの傾きを変えることによって飛行を制御する。シャトルの飛行制御装置の一部である上昇水力ベクトル制御装置は、 機動船の3機のメインエンジンと SRB の2機のノズルと直結していて、機体が離陸、上昇する間の姿勢や軌道をコントロールする。後方装置からの指令は a t v ックドライバーに伝達され、そこから指令の割合に応じた制御信号がメインエンジンや SRB の油圧作動機に送られる。飛行制御系統と ATV ックには、それぞれ4つの独立したチャンネルがあり、6機の メインエンジンのドライバーと4機の SRB のドライバーをコントロールする。また各ドライバーは、それぞれ1機ずつのメインエンジンと SRB の油圧作動機を制御する。SRB の油圧作動機は、独立した4本のものから構成されていて、それぞれが2段式のバルブを持ち、ドライバーからの信号によって作動する。各バルブは、作動機のパワースプールを制御し、それによって、 シリンダーが動かされ、ノズルの向きを変えることによって、水力の方向を制御する。各作動機の4機のバルブは、パワースプールの位置を決定するために多数決を行ってから作動力を供給する。4機のバルブには、それぞれ上機の4つのチャンネルから別々に信号が送られてきて、それぞれを照らし合わせて誤った信号が誤作動を引き起こさないようにする。もし誤った信号が、 あらかじめ設定された時間以上を送られてきた場合は、センサーが作動して洗濯バルブが開かれ、不備な油圧を隔離して取り除き、残りのチャンネルとバルブに作動機のラムスプールを制御する許可を与える。各チャンネルには誤った信号を送ってきているチャンネルを特定するための監視装置が設定されている。また隔離バルブが働いて、誤作動しているチャンネルをリセットできるようにもなっている。 各作動シリンダーには送られてきた信号を AT v ックに反映させるための変換器が設けられている。また作動シリンダーは干渉装置にもなっていて着水時の衝撃からノズルを保護する。その時は大体波に乗っている各 SRB にはそれぞれ2機の各速度検出ジャイロ装置が搭載されており、各装置はピッチ角用と洋角用の2個のジャイロを持っている。レートジャイロは 座標軸に対する角速度の変化を検出し、機動線に搭載されているロール角用のジャイロと協力して、機体が上昇を開始してから SRB が分離されるまでの間、機動線コンピューターの誘導、後方制御装置に信号を送り続ける。SRB が切り離されると、角速度の検出は機動線に搭載されているレートジャイロが引き継ぐ。 SRB のレートジャイロが検出した信号は、機動線後部の多重送信機、単送信機を通して、機動線のハム用コンピューターに送信され、そこで不必要な情報が削除されて、SRB のノズルにピッチ角と溶角を決定する指令が送られる。レートジャイロは20回の再使用ができるように設計されている。角、SRB は、 4本のボルトで移動式発射台の支持支柱に固定されている。ボルトの両端はナットで締められており、そのうち上端のものは NASA 標準雷管と呼ばれる爆発ボルトを内包していて、ロケットの点火指令が発せられた瞬間に起爆して切断される。NSD が起爆すると、ボルトは張力の解放及びガス圧や重力によって落下し、砂箱で食い止められる。 ボルトの全長は28インチで直径は3.5インチである。飛び散ったナットは爆風容器で受け止められる。また使用済みの砕けたナットはミッション終了後に記念品として飛行士や関係者に配られるのが慣例となっている。重さは1個が7キログラム以上もあり、ブックスタンドとして利用している飛行士もいる。なお、もし爆発ボルトが起動しないような事態が発生しても、 ロケットエンジンの水力でボルトを引きちぎり安全に発射できるように設計されている。SRB 添下の指令は、機動船のコンピューターから主制御装置を通して、移動式発射台上の指示支柱加工部制御装置に送られ、NASA 標準来館を起爆させる。加工部制御装置は発射の16秒前から電圧が正常であるかを監視されていて、もし低すぎる場合は、発射が中止される。 SRB は、ピンが抜かれ安全装置が解除されなければ、絶対に点火しないようになっている。安全ピンは、地上の作業員が発射の準備作業を行う際に手で、引き抜く。発射5分前になると、安全装置と点火装置が交代して、点火準備状態になる。6.6秒前に、機動船の3機のメインエンジンに点火され、水力が90%に、達し、 自動発射装置が異常がないことを確認すると、点火の指令が発せられる。SRB 点火の指令は、機動船のコンピューターから、飛行手順管理装置を通して、各 SRB の NASA 標準来艦の安全装置及び、点火装置に送られる。すると、点火装置の単チャンネルの蓄電機から、来艦に、点火の信号が送られるのである。点火指令には、安全装置解除、FIRE-1、 ファイア2の3種類があって、機動線の汎用コンピューターから飛行手順管理装置に伝達される。3つの指令は、点火装置を正常に作動させるために同時に発生されなければならない。飛行手順管理装置は、その指令を直流の 28V の信号に変換し、点火装置に送る。点火装置はその信号を受け取ると、蓄電器に直流で 40V まで充電を開始する。 発射時の飛行手順は、機動船のム用コンピューターによってすべて管理、されている。もし、メインエンジンの水力が、規定値に達しなかった場合は、緊急バルブが閉じて、飛行は中止される。すむ点火の指令は、発射6.6秒前に、3番エンジン、2番エンジン、1番エンジンの、順に、GPC から発せられ、約0.25秒以内に、すべてのエンジンが点火される。 もしこの後3秒以内に水力が90%に達しなかった場合は安全装置が作動して済むは緊急停止される。逆に水力が正常に90%に到達するとその水力によって機体は外部燃料タンクの方向に向かって傾き始め t-3 でその大きさは 650mm に達する。その時点で済むは発射体制に入り GPC からファイ r e 1の指令が送られ、SRB の安全装置が解除される。SRB の水力の推移続いて、ァイ r e 2の指令が発せられると、機体を発射台に固定していた指示支柱が NASA 標準ライカンで切断され、トンネル上の薄い保護シールドの中でボルトが吹き飛ぶ。同時に SRB 上部の穴の開いたプレートの上に保持された、 点火装置の中にある新幹に信号が送られる。点火装置はそれ自体が小型の固体燃料ロケットであり、点火されると火炎が内部の空洞を突き抜け、燃焼室内壁の前面に炎が引火し、ほぼ一瞬で最大水力に到達する。T-0 で SR、シャトルが高度 43.8km に到達し、SRB の燃焼室内に3個設置されている。 センサーが圧力が50 p c 以下になったことを感知すると分離が開始される。もしセンサーが作動しなくても発射から一定時間が経過すれば自動的に分離は行われるようになっている。各 SRB の水力が10万ポンドに下がったことが確認されると分離開始の指令が発せられる。 まず指令発生から0.8秒後にメインエンジンの油圧機が作動して、水力方向が中立の位置になり、発射の第二段階に入る。機動線の向かい角がその位置で4秒間保たれる間に、SRB の水力は6万ポンドにまで下がっている。分離の指令は30ミリ秒以内に発せられる。SRB と 外部燃料タンクの前方部の接続部分はボール型とソケット型になっていて、一本のボルトで結合されている。ボルトの両端には NASA 標準ライカンが装備されている。また、SRB 用と ET 用の自爆装置が設置されていて、それぞれが電線で接続されている。後部接続部分は上部、対角部。 下株の三本の分離支柱によって構成されており、それぞれの支柱も両端に NSD を装備している。上部支柱の内部には SRB と ET、機動線を結ぶケーブルが通っている。SRB の上端とした場には、機体を ET から引き離すための分離用、小型ロケットモーターが内蔵されている。分離モーター点火の指令は、機動線から発せられ、余った NSD に点火し、 配管を切断して、機体を ET から速やかに分離させる。SRB には、周辺安全確保のための自爆装置が搭載されている。これは、機体が制御不能に陥った際、発射場の周辺地域を破片や爆風、有害物質などの危険から遠ざけるため、遠隔操作により、爆薬に点火し、ロケット本体やその一部を爆破するものである。 現在までのところ、RSS が実際に使用された例は1986年のチャレンジャー号の爆発事故だけである。シャトルは2種類の RSS を搭載していて、一つは ET に、もう一つは2機の SRB にそれぞれ設置されている。どちらも地上基地から発せられる安全装置解除及び点火の2種の指令を受け取ることができるようになっている。RSS はシャトルの軌道が それて危険領域に入った時にのみ作動する。RSS は2機のアンテナ、指令の受信機及び複合機、2機の分配機、NSD を2個搭載した安全装置、2個の雷管、直線上に配列された火薬などで構成されている。アンテナは地上からの爆破の指令を受信すると、それを電流に変換する。指令受信機の周波数は RSS の指令機に合わされていて、 もし爆破の指示が送られてきたら、分配器に入力の信号を発する。複合器はノイズによって RSS が誤作動したり、逆に作動の信号が雑電波によって妨げられたりしないようにコードプラグを使用している。分配器は起爆装置に正常な信号を送る役目を担っている。信号を受け取ると NSD が火花を発して、雷管を破裂させ、それによって、 直線上に配列された火薬が爆発して、シャトル本体を破壊する。安全装置は、発射から SRB が切り離されるまでの間、NSD 及び雷管とは、電気的に絶縁された状態になっている。何らかの異常が発生して、機体爆破の指示が出される場合は、まず地上管制管及び、機長席と操縦士席のモニター上に、爆破の表示が点灯する。 その次に出されるのは爆破の信号そのものである。2機の SRB 自爆装置の配線は工作していて、もし一方が爆破の指令を受信したら、必ずもう一方も作動するようになっている。RSS の電源は自爆システム A から供給されている。また機体回収装置の電源は回収用に使われるのと同時に自爆システム B にも使用される。SRB が 外部燃料タンクから切り離されるのと同時に、RSS は電源が落とされ、変わって回収装置の電源が作動する。着水の瞬間、STS-116 で使用された後、本体から切り離され、ケネディ宇宙センターからおよそ 240km 離れた大西洋城に浮かぶ SRB 発射から2分後、高度 43.8km で SRB は、 外部燃料タンクから切り離されるが、完成によってしばらくは、砲弾のように上昇を続け、最高高度 66km の中間圏に達してから落下を始める。切り離しと同時に、自動回収装置が作動し、予定された高度まで降下すると、まず先端部のキャップが吹き飛ばされて、ブレーキ用の小型パラシュートが展開する。次にその下の円錐形のカバーが切り離されて、 メインパラシュートが展開し、着水した瞬間に切り離される。手順を詳しく解説すると、まずが、パイロットシュートは原則用パラシュートをつなぎ止めていた。側体をカッターを引いて切断すると同時に、それを格納庫から引き出す役目を持っている。ドローグシュートは、直径が16メートル、重量が540キログラムで、最大で143トンの負荷に耐えられるように、 設計されている。機体を安定させるためいきなり全開にはせず、作動から7秒後と12秒後の2段階に分けて展開される。分離から243秒後、高度1700メートルで全部の円錐形カバーが切り離される。カバーはそのままドローグシュートによって機体から引き離されるが、内側には展開バックの高度がつながっており、それによって3機のメインパラシュートが格納庫から、 引っ張り出される。衝撃を和らげるため、シュパラシュートもドローグシュートと同様に段階に分けて展開するようになっており、まずロープが最大長の62メートルまで引き伸ばされると第一展開をする。続いて、一定高度まで下がると結束していたロープが切り離され最大限に展開する。シュパラシュートは直径が十一メートル、一機の重量がキログラムで、 88トンの負荷に耐えられるように設計されており、SRB を十分な速度にまで減速させる。このパラシュートは直径や重量においても史上最大のものである。後部スカートは塩水カバーの分離から20秒後に切り離され、海中に落下して沈む。着水は分離から279秒後、速度は秒速23メートルで、 落下点は発射場から約 240km 離れた大西洋上である。ノズル部分から着水して内部の空気が浮き袋の役目をするため、機体は海面から30フィートほど頭を出した姿勢で安定する。STS-114 で使用された後、回収され、ケネディ宇宙センターに搬送される SRB 以前はパラシュートにかかる余分な負荷が、 本体に設置されている浮力装置などを展開させてしまう恐れがあったため着水の瞬間にメインパラシュートは切り離されていたが現在では行われていないその代わり回収作業を簡略化し SRB 本体に与えるダメージを軽減させるため円錐排出装置が導入されているパイロットシュート、ドローグシュート、メインシュートはそれぞれ補修を受け再使用される着水後 メガボルトフリーダムスターとリバティスターという特別な改造を受けた2隻の船が現場に向かう。機体が発見されるとダイバーが海に飛び込んで排水作業を開始し内部の水が抜かれるにつれ SRB は垂直に立った姿勢から次第に栄光するのに都合の良い水平な姿勢へと傾いていく。回収艇はその後 SRB 本体やその他の部品を ケネディ宇宙センターまで運ぶ。詳細は、チャレンジャー号爆発事故を、参照チャレンジャー号爆発事故で、発射直後に機体から燃焼ガスが漏れ出す瞬間を捉えた。映像1986年1月28日、チャレンジャー号の爆発事故が発生し、7名の飛行士が犠牲になった。事故の原因は、SRB の構造的な欠陥によるものであった。調査に当たった。 ロジャース委員会の報告書は、本体の外角の接続部分のオーリングが低温により劣化し、そこから燃焼ガスが漏れ出したことが直接の原因であると指摘した。同年1月、フロリダは異常寒波に襲われ、発射台周辺の気温は氷点下にまで下がった。調査により、オーリングは摂取摂取2.2度以下になると安全性が極めて低下することが判明した。 点火直後、右側、SRB 再下段の劣化したオーリングから燃焼ガスが漏れ出した。複数のカメラがこの時の黒煙を捉えている。穴は2.6秒後に燃料のアルミニウムの素数によって塞がれたためしばらくは正常に上昇を続けたが、発射から58.8秒後、高度約1万メートルで機体はジェット気流の層とぶぶつかった。 強烈な横風を受け本体が歪んだことによりアルミのススが吹き出され燃焼ガスが再び接合部から漏出し始め SRB と外部燃料タンクの接続部を直撃した発射から73秒後その接続部が焼き切れ SRB 先端部が外部燃料タンクと激突した機体全体を支える骨組みである ET が破壊されたことにより 超音速で飛行していた機動船は正規の状態から逸脱した姿勢で強烈な空気抵抗を受け一瞬で空中分解した。またその後に行われた分析は当初は回収された部品のどの部分を改良すればよいかということを解明するために行われたものであったがそれによって SRB が抱える構造的な問題点が次々と明るみに出た。 その中の一つが SRB を外部燃料タンクに結合させるための接続リングであった。リングを SRB の外角に取り付けている止め金の一つに亀裂が入っていることが判明したのである。これは海上に着水した時の衝撃が原因でできたものであった。そのため、これまではリングは外角を C 型に囲んでいったものを O 型に囲むように改良して強度を高めた。 また、後部スカートについても特別な強度試験が行われた。この試験中、後部スカートと指示柱が溶液して危険な状態になるという異変が発生した。そのため、スカートのリングと肩枠も設計を見直し、追加の補強がなされた。これらの2つの修正により、SRB は重量が2 0 0ラムほど増加した。この改良がなされた以降のモデルは、 改良型固体燃料補助ロケットと呼ばれている。SRB 製造の主契約企業は、ユタ州ブリガムシティを本拠にする、アッテックランチシステムズグループのワサッチ部である。SRB 及び固体燃料ロケット以外に関する機器の組み立て、点検、改良は、ユナイテッドローンチアライアンス社の固体燃料ロケット開発部門が担当している。その他、SRB 製造には、 以下のような多くの企業が関わっている。チャレンジャー号の事故以後、NASA は SRB 製造用の工場をミシシッピー州イエロークリークに建設が計画され、その後中止となったテネシー川流域開発公社の原子力発電所の予定地に新たに建設し、発展型古体燃料補助ロケットを外部発注ではなく NASA 自身で製造することを計画していた。AS は 国際宇宙ステーションにより多くの区画や建設資材を搬送できるよう水力を増強させる予定であった。しかしながら計画予算が19億ドルから38億ドルにまで膨れ上がったため1993年に中止が決定され、その後は初期の飛行の時から使用されてきた軽量外部燃料タンクに代わって超軽量外部燃料タンクが使用されるようになり、 現在まで継続している。試験的に2機製造された AS 部の外角は、アラバマ州ハンツビルにある合衆国宇宙、ロケットセンターのスペースシャトルパスファインダー号に取り付けて展示されているものを見ることができる。シャトルは、カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地の SLC-6 発射台を使って、国軌道に乗ることができる。その際は、 ケネディ宇宙センターから発射するときに使用する鋼鉄製の外角に代わり、より軽量化されたフィラメント補強型の外角が使用される。茶号事項を招いた接合部分に隙間のある通常型の SRB と違い、フィラメント補強型は接合部が二重の入れ子になっている代わりに、オーリングは二本だけになっている。SLC-6 が廃止されたことに伴い、 フィラメント補強型ブースターはアッテック社と NASA によって破壊されたが、そこで使用された接続部分に関する技術は三本型ウォーリングや接続部のヒーターなどに応用され、現在も使用されている。二千三年のコロンビア号空中分解事故が発生するより以前、NASA は SRB を従来型の四段式のものから五段式のものに増強するか、あるいはアトラス V や、 デルタ4で培われた技術を流用した液体燃料ロケットに改めることを検討していた。5段式 SRB は現行のものにわずかな改良を施すだけで国際宇宙ステーションに今よりさらに9.1トンを多くの物資を搬送することができ、また機体に異常が生じた際の発射基地機関中止や大西洋横断中止などの危険をなくし、さらにドックネック操作と呼ばれる。 上昇の途中で軌道を曲げる操作をすることにより、ケネディ宇宙センターからシャトルを国軌道に乗せることができるようになる。しかしながら古号事故により5段式 SRB 計画も棚上げとなり、残されたディスカバリー、アトランティス、エンデバーの3機の軌道。2009年9月10日、ユタ州の砂漠にあるアッテック社の試験場で、 アレスアイロケットの一段目に使用される5段式 SRB の燃焼試験が行われたが、オバマ大統領がコンステレーション計画の中止を表明したことにより、アレスの開発も無期延期となった。スペースローンチシステムの初期の形態では、回収型が装備されることが決定されている。NASA は SRB の設計や基本構造をアレスロケットに応用する計画であった。2005年には、 オリオン宇宙船を地球周回転軌道に乗せ、さらには月に向かわせるためのシャトル派生型運搬ロケットを発表した。アレス・アイと呼ばれる SRB 派生型の有人ロケットは、第1弾にはシャトルと同じ4弾式の SRB。2006年の修正案では、第1弾に5弾式の SRB を導入することは却下されたものの、第2弾には、 アポロ計画のサターン5型ロケットやサターン、IB 型ロケットで使用された J-2 ロケットエンジンを完了した J-2X が搭載されることになった。また、先端部分は SRB のような円錐形のキャップではなく、第2弾ロケットとの接続理また2005年に発表された案の中には、アレス V と呼ばれる重量級の運搬ロケットも含まれていた。 初期のデザインでは、RSV は第1弾にシャトルで使用されていたスムと同じものを動きと5段式に増強した SRB を2機搭載することになっていたが、その後の変更でメインエンジンにはデルタ4で使用されていた RS-68 ロケットを流用することになった。NASA としては、 最初は5段式の SRB と5機の RS-68 を使用するが、将来的には6機の RS-68B と、水力をさらに増強した5.5段式の SRB を使用する予定であった。改良案によれば、RSV は、サターン5型ロケットやロシアの N-1、あるいはエネルギアなど、これまでに作られた、いかなる巨大ロケットよりも大型で強力なものになり、 アルタイル宇宙船や地球軌道離脱ロケットを低軌道に乗せることができるはずであった。アレス I の5段式 SRB と違い、アレス V の5.5段式 SRB は追加された0.5段の部分を除けば、設計や構造などの点で現行の SRB と同一のものである。回収や再使用の方法については、最終的な判断はなされていなかったが、 シャトルで用いられているのと同様のものが使用され、発射から着水までの軌道は現在と変わらないものになるであろうと予想された。シャトル技術を応用した最新のダイレクト案では、蒸気のアレス・アイやアレス・ブイとは違い、現行のシャトルに使用されているものと同じスムト4段式、SRB を使用することになっていたが、これらはすべてオバマ大統領が コンステレーション計画を中止したことに伴い、白紙状態となった。固体燃料推進機と固体燃料ロケットは、しばしば混同されるが、技術的には、それぞれ独自の意味を持つ。推進機とは、回収用パラシュート、電子機器、分離用ロケット、安全用自爆装置、水力変更装置などを含む、ロケット全体の装置を指すのに対し、固体燃料ロケットは、燃料、 外角、点火装置、ノズルによって構成される、ロケットそれ、自体を表す。一例を挙げれば、シャトル初飛行の STS-1 で使用された、本体下砲部分は、その後30年間に6度飛行し、1回の燃焼試験を受け、2009年には、アレス・アイロケットの試験飛行でも使用された。アレス・アイ自体も、シャトルの48回の飛行と5回の地上試験で、 使用された別々の SRB の部品を寄せ集めて作られたものであった。n a s a ス e s i ファーストステージモーター 2B テス s t e d a u g u 27 NASA 2010年3月29日閲覧上記の記事の重要部分は NASA によって作成されたものでまた NASA の公式サイトや文書によって公開されたものである。これらはすべて公式文書であるが NASA のロゴマークは 連邦政府に所属するものなの。詳細については、NASA の著作権に関する紹介ページを参照されたい。ありがとうございます。